残暑厳しい8月、両国観光案内所に隅田観光ガイドのスタッフが集まっています。あれ、お客さんが見当たりませんが、そう、この日は自分たちの案内する技術を向上させるために実地研修が行われたのです。はい、出発でございます。相撲の聖地、国技館を皮切りに相撲コースを想定しながら回ります。相撲の町、両国は相撲の開催の時がもう一番華やかでね。元大関、霧島が師匠を務める陸奥部屋の後は恵光院に向かいます。恵光院から見える隣の敷地に前の両国国技館があったとか。ここ1代目、2代目が蔵の、そして3代目ということで、現在のが3代目になるんですが、ここに、建てられているのが旧両国国技館の写真です。天井というかドーム型になっていまして、まるで夜間の蓋みたいだっていうふうにも書かれています。本番さながらお客さんの顔を想像し、順番にガイドを行います。栃ノ心が、平成30年にですね、初めて、優勝した時の写真です。お客様、今と向こう側がずっとそうだったんですね。で、私今日は平定の地図を持ってまいりました。今お客様がいるところはここ。吉良亭の話の後は本所松坂町公園へ。向こうの表門から大石蔵の追加23名、裏門から大石力一家24名がうち行ってきたわけですね。吉良上野介之助の座像です。今は15日になってますけどもね、この双葉山が人気だったためにですね、日数が増えたということらしいですよ。現在の聖塚病院があります。長野龍之介が通っておりましたのは消毒の斜め前、恵光院の中にありました、その高等小学校に通っていた。さすが魅力満載の両国、ツアー開催が楽しみです。隅田の良さ、素敵なところをですね、お客様にお伝えできたらなと思ってやっております。本場所やってる時は力士が歩いてますので、もうそれだけでも、満喫できる街でございます。お客さんの中にはね、こんなこと知ってるよなんて人いるんですけども、それを超える研修をして、で、皆さんで楽しんでいただきたいと、そういうふうに思っております。研修に研修を重ねて新しいコースもですね、作っていきたいと思ってます。隅田観光ガイドはおもてなしの心でご参加をお待ちしています。皆さん、待ってます。